ですよ。それもやってみたい。ちょっとチッチ行きたいんだけど。何これ、ソラさん、あった俺んちこの前11時間、ソラさんの11時間ダラダラ生放送の時に話してた謎のゲーム、カルチャーブレインよりスーパーチャイニーズワールド、トープランドパニックか。いいえよ、トープランドパニックじゃねえよ。日本語にすると超中国人世界。一体これ何なのかね。ゲームはね、ゲーム性は楽しいんだけど、ストーリーから何かで一切思い出せないっていう。全シリーズ通してこの顔絵でね、喋るから記憶ないんだよ。そしてチッチ行ってくるわ。おい、ちょっとソラさん、誰か通コン入ってこいよ。初めからプレイヤージャック、普通続きから。やっと謎が解けるぜ。愉快な人たちが面白楽しく暮らすチャイニーズランド。要はだからシナ大陸でしょこれ。ある日のことです。平和なチャイニーズランドに大事件が起こりました。へえ、こんななんだ。うわぁ、一心回転じゃ。謎の大宇宙船団が、え、そんな話だったの。チャイニーズランドの空を覆い尽くしたのです。おや、何やら巨大な立体映像が。チャイニーズランドの皆さん、こんにちは。怖がらなくても大丈夫です。我々は宇宙平和施設団。私はその代表、パッキンと言います。私は全宇宙の平和を願い、宇宙を巡り歩いています。チャイニーズランドの皆さん、我々と共に全宇宙の平和の道を歩みましょう。これ中国人に言ってるっていうのがまた面白いですね。宇宙施設団パキンとチャイニーズランドのチンの始皇帝、チンの始皇帝、まあいいんだけどね、チンの始皇帝の間に宇宙の平和会談が行われました。文化大革命だ。大躍進だ、大躍進だ。たちまち人気者になったパキンは世界各地を巡り歩き、人々に愛と平和を送りました。宇宙人が日本人とやるよ。すごい、人種民主革命家だ。数ヶ月後、たくさんいた宇宙船団もいつの間にか姿を消し、パキンブームを去って世の中が静かになった頃。どういうこと、読めない。ジャック、妙観の都でなんか事件が起きてるみたいだぞ。え、意外とちっちゃい。あれだけ平和平和と騒がれた後なのにもう事件が起こっているのか。とにかく事件となればオイラたちの出番だな。よっしゃ、妙観の都へ行くぞ。もう立ち位置がわかんねえこいつら。いや、これストーリー頭入ってこないよ。だってあのバックボーン、うん、ぶっ飛ばして、え、刑事なのこいつら。マチあんのかい。真の都、羊羹へようこそ。羊羹、 DR パキンさんが来た時はワクワクドキュー、でもブームが去って過ぎたって感じ。
はあ、どこで事件が起きてんだい。どこで事件が起きてんだい。ジャック、ユウ、なんで中国系じゃないんだ。全然中国系じゃないんだよ。だからあれだよ、あの香港人なんだよ、香港なんだよ。男たちのほとんどは盗賊に連れてかってしまったよ。盗賊は三品山にいるらしいけど、なんで男ばっか連れてくんだ。これね、アクションRPG なんですよ。え、どう、ちょっと待ってよ、これ投げっぱなしすぎんだろ。最初のあの煽りは何だったんだこれ。そしてなんか結構難しかった気がするんだよな。万里の長城だ。万里の長城は結構実は最近作り直したんだぞ。カイを連れてこい。で使おうか。来た。さあ謎のアクションゲーム始まるぞ。妖魔盗賊団が現ました。戦う。てこの音楽。中国ならば木の海を連れてこい。あ、円マークだ。ちょっと待って、そらさん、円マーク、円マーク。このスパチャ円マーク。中国人なのに円だ。おかしいだろ。もうな、僕見たの一画面のアクションパズルだったけどな。あ、それね、ファミコン版ですね。スパチャイね、どんどん進化して最終の格ゲーになったやつもありましたよ、うちに。それ一番最初のやつで弁髪のやつですよね。なんだよこれ。オッケー、ちょっとこの戦闘終わったらやめとくか。妖魔盗賊なんかおられた。これ結構厳しいゲームだったと思うんだよな。え、逃げちゃった敵。エンカウント早いなおい。妖魔盗賊なんかおられた。バトルクニオ君ってなんだ。ユンマークならオッケー。いや、まあユンとゲンはに、うわ出た。なっと、あ、いて、あ、強い。で、操作性ね、かなり悪いんだよね。やめよ。マークの盾ですよね。ジャックが力尽きた。これ難しいんだよ、スパチャイって。君の髪は変なのか。やっぱり謎は謎のままってことで。いやー、一体中国大陸には何が起こってるんだろうな。謎のままや。PP いるんか。いるんだったらいる、または他の人がなんとかかんとかを見たいと思ったら出すぞ。あれドラゴン、甘木育ち。おはようございます。でも、全めちゃめちゃやないか。あ、そうだ、やらなきゃいけないのがあった。やらなきゃいけないのがあったぜ。バカゲーと妖ゲーがバランスよく結構残ってるな。あ、足回さんおはようございます。甘木育ちいいもん見したるで。これはスーファミ後期のゲームで、後期だったかな。とっても出来が良かったぞ。さあ何がつくかね。天城のオールナイトお盆にようこそ。そっか、お盆か。
おはようございます。南国司令。南国司令、南国司令ってなんだ、それ知らねえな。スパイ&スパイか、つかねえ。そらさんモデレーターにしとこう。定期、今ガチャガチャタイムです。コメントできない場合があります。これをやっとくと、まあこういう力が欲しいか。つかねえ。それ何がつくかな。いいゲームがつくぞ。深夜って書いてありましたが、いつからやられてるんですか。あ、大丈夫ですよ。すみません、4時頃からやっております。ちょっと、心配、多分かからない感じで。アシマネさん、おはようございます。仕事がちょっと片付いて。そう、早朝から。そう、4時からやってるんだ。集中だ。スーパーマイコン、あ、来た。なんだ、あいつらが帰ってきた。まさかのフルボイスだぞ。過去の栄光を求め。くそ、4時とか爆睡してた。あいつらが戻ってきた。これスーファミのくせにめちゃくちゃ喋るんですよ。これパワフルプロ野球、実況パワフルプロ野球が流行った後なのかな。僕は今来たところです。彼ら自らの行為に恐怖して。何これ。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは、乙女デウスだ。宇宙に散った。あれから1年。ゲーム音とかちゃんと聞こえてる？大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めて。あれ？ハロウィス軍団が今旅立つのか。ちゃんとゲーム音聞こえてるかな？同じ過ちを繰り返そうとしている。聞こえてます。若干さっきの半熟ヒーローのキャラがいたような。ちなみに声やってんのはすげえ、これねクオリティ高えから。張り切っていってみよう。パロディウス、わらメニューだよ。タイムボカンのドロンボーの声の人だね。まずオプション1なのです。で、なぜたこ焼き。あ、ちゃんとこれあれがある。いい感じだ。音パロディウスか、わらわら。くそ、エッチなパロディウス欲しいな。これ芸が細かいんだよ。これ隣にドチュってなって一人で遊ぶ。誰にしようかな。これ実況パロディウスって言って実況がついてるパロディウスなんですよ。何がいいかな。俺ね、こいつほらほらシールド見て。これね、他のキャラはなんかのゲームのキャラクターなんだけど、パロデュースは、初期からいるパロデュースのキャラかな。そうそうそう、これ僕ってウッパのウッパちゃん、かわいいデンタロウでね。これね、このね紙飛行機はこれ読者投稿で募集かけたら、読者投稿っていうか募集かけて、デザイン募集かけて一般公募したんですよ。でできたキャラクターなのこれで。子供の頃分かんなかったけど、こいつのこの紙飛行機くんの一番上、の一番上の 右上のこのシールドの部分、マウスボーできないかな、できないや。シールド見てごらん、コンドームなんだよこれ。子供の頃気づかなかった。これてかコンドーム自体を知らなかった。何がいいかな。
すべて懐かしい感じがやばい。 BGM の感じや効果音の音まで全てが懐かしい。そいつ遊戯王で見たことある。タコが強いんだよな。まあスタンダードにタコ行くか。グラディウスかタコだな。楽神オートマニュアル。パロディウスやったわ。どうせ上げ爆弾使わないしビーム系でいくから、ショットミサイルパワーアップ出来が良かったからオートで良かったはず。行ってきます。すごいよこれ。俺喋んなくていいっていう。完全実況。すごいスピードだけは微調整だな。あーベルダン。これさ何グラディウスじゃなくてなんだっけ、あのベル打つやつ。贅沢だ。ドンペンチュミみたいなのいた。これあー最後に緑取るといいんだな。多少ラグってるからな、コントローラー。取れね、取れん。この音楽、半径音楽。インディスピード。いやー危ねえ。スピードいらねえな、こいつ。皆さん、おはようございます。懐かしいのやってますね。おはようございます、高島さん。おはようございます。もうステージがね、もう面白いもんな、このゲーム。こいつ強えんだよ。タコ強いな。ほら俺喋る必要ないでしょ。狭いよ、怖いよ。じいちゃんの家でやって空気凍りついたぜ。エッチなパロディースじゃないの。オトメディウスの方じゃないのそれ。オトメディウスはやばいな。ベルはね、取ると能力によってはシールドなくなっちゃったりするから、危ない危ない危ない、気をつけなきゃいけないんだよな。にくいね。でここに妖精がいたはず、覚えてる。あ、お懐かしいな。あ、初見です。あ、やべ、ルーレットいらねえ。よしよし。あ、全部なくなった。くっす。いかん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 。あれ、スロット取らないほうがいいんだ。くっそー。あ、ぶね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 。まあ、スピードがなくなったってことで。またまた出ました。早い。うわすごいよね、デキね。てか、分身が増えすぎ、わら。うわぁ、くそ。うわぁくそ。メンバーをモチーフにしたステージが中間セーブもね、いいんですよ。でここね、ここの吹き結構きつかったはず。あ、オッケーオッケーオッケー。おれそうそうそう、ツインビーすごいよね、プロデュースの取り込み。ツインビーも取り込んじゃってるし。あ、やべえ、なんもねえ。あ、確かここが弱点だったはず。いかいかいか。あ、これ確か、これ当たっていいんだよな。入り込みで。OK。あ、やべやべ。出る出る出る。見せられた。あ、にゃ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 。敵に向かってコナミの看板が倒れてくる。ははは。あぶね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 。ちょっと。
にゃ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 また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 、ちょっとこれ飛ぶタイミングがね全くわからないんですよ。あぶね、確かに、なんか当たった俺。あ、いかん、コメント読んでた、コナミの看板が時期によって倒れてくる。コナミはずっとキャラ使うのやってますよね。確かに、今思えば風刺だなそれ。よし、ちょっとあれあるか、次死んだらコナミコマンド入れるよ。あ、やべ、欲張った。あげく、これはボヤッキーかな。ボヤッキーですね。次死んだらあれ、このキャラゲー戦で見た気がするんだよ。好みコマンドやる。コナミコマンド入れたら多分爆発するんだよな、時期。でも確かにギリギリでボム当てるくらいが。待て待て待て、あとはな、このコントローラーとの遅延がなくなったら完璧なんだけどね。音楽もさ、半剣曲使いまくりだし、すごいよな。これどんだけ金かかってんだろうね。危ねえ。初見。え、あ、初見さんの。おはようございます。ちょっとスーファミを引っ張り出してきて、ちょっとみんなで遊んでるっていうか、楽しんでおります。ときめもステージとか確かあるんだよ。あった。バブルが成せた技、ね、でさっきもさ、ザッツライトでしょ、で今度見せられてでしょ。その調子で頑張れ、次行ってみよう。死ぬほどこね、金が出て喋りまくってんのボヤッキーでしょ。いいよ、上からやってきました。ナイスですね。めっちゃ喋るパターンあるし、で単純な、あ、ホモだ。天木さん、おはようございます。カマタミです。いかんいかんいかん、ありがとうありがとう。コメ見るとやられたらシューティングやってんだ俺。あ、紫欲しかったな。あ、出た出た、こっち強いんだ。よーし、ベル変わるぞ。あ、ときめもステージ来た。ときめもステージ、ナイスですね。ナイスですね。やべやべ、あ、やべやべ、危ね危ね危ね、あ、危ね。やべ、あー、もうルーレットいらねえマジで。あー、滑るな、しかも。あ、そっかそっかそっか、ラグがあるのか。狙った通りには絶対いかないんだ。取れねえ取れねえ、取りにいけねえ。緑来ないかな。あー、くそ、過ぎた。うわー、で出た、自由度高い。これ好きなとこ行けんのな、これすごいよな。これね、ルート間違えるとすげえきつくなるんだよな。しまった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 、ボムが強え、やっぱタコ強いな。
小谷さん。あ、後頭部ダメージ入んね。弱点口か。あ、確かこの学生ペンギンなんかにも隠しがいたな。かわいい。うわー、パワーアップアイテムが出ねえ。次は何が出てくるのか。やばいやばい。コントローラーチェーンのせいで狙えねえ。リップル。うねえ。よし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 。つえ。あ、やべつ。やれやべやべやべ。いかん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 。ゴミルートかもしれない。あ、やっちゃった。開けろ。サバゲーマー。ちなみに僕が一番使ったエアガンは春です。どういうこと？次は何が出てくるのか。ファルのエアガン渋いですね。全滅です。あ、ほうほう。で、ここのボスが相当強かった気が。なってきた。まあ、ここのボス倒したらまたこれも釘とこうかね。あら、行っちゃったよ。うわ、出た出た、スーファミ特有の、あの、処理落ち。この処理落ち、ちょっと、きついな。あ、リア充だ、撃て。ああ、来た。ときめもステージと勝手に呼んでいただけであって、決してときめもではなかったけど、かわいそう、俺らがいる。俺らがいるぞ、ここに。俺らがいたなあ。あ、出た出た。何これ。結局、この子は何なの？僕を描けてください、柳先生。頑張る。これ誰なの、これ。あ、バニーちゃんか。誰なのこれ。てかここ強えんだよこいつ。顔が弱点だよ。あっつったねえやつは。コナミコマンド入れる。なかなかさ、で BA でやったら爆発と思うんだよね。上上下下左右左右 BA。 あ、いかね、違う。上上下下左右左右 AB。 あ、違う。上上下下左右左右 AB。 違う。上上下下左右左右 BA。 あ、自爆もしねん。上上下下左右左右 LRXA。 違う、ちょっと面白いから、ちょっと待ってよ。好みコマンド、これ版をちょっと見てくる。裏技もいっぱいあったね、これ。コマンド。スタート画面じゃないんですか？いや、それはスト2だな。ば。おしゃべり実況パラディス裏技。クククク。コマンド。うわ、すげえあるこれ。あ、これ。これで見てみこれ。コマンド、コマンドだけでもこんなにあるわ。すげえある。あ、PSP 版、SS 版、SFC 版、こっちか。ゲーム、ハードごとに違うんだ。無敵、一時、ああ、無敵は嫌だ。へぇ、周回セレクト。レベル8、オプションで、上上、下下上上、右左、右左、A、B、X。なるほど。変えてるんだよね。
他のやつだとね、通常のコナミコマンド入れるとバグ、爆発して死んだりするんだよね。下下上上、下下上上、左右左右、BAX、 ちげえな貴様見てるな見ているよ。下下上上、右左、下下下上、右左右左、 ABX 了解、いくぞ。下下上上、え、モンキーなの俺、疲れてるのよ。右左だよ、OKOK、 もう一回最初からか。下下上上、右左右左、 ABX、下下上上、右左右左、 BAX、 What the fuck、 下下上上、右左右左、 BAX、 What the fuck、 ちょっと待って待って、え、コマンドが入れられなくなってる俺。これオプション画面だよ、違うよ。モンキーなんだよ、ジョジョ。くそー、あ、無敵は無敵になっちゃうだけか、ちくしょう、ダメだ。一時停止中だよ、これ。オプション画面で入れるやつだ、これ。くそー。分かったよ、実力でやってやるよ。あんな、しおりもどき。やろう。すごい威力。レーザー光線です、はい。モンキーなんだよ、ジャジャ。よく拾えましたね。寝るのはオトメディウスなのかな。オトメディウスはエロい。あのお茶の間が凍りつくあるわ。あ、勝てねー。てか、あんな攻撃予想できるかよ。倒せねー、火力圧倒的に足りねー。結構当てるところによってなんかアニメーション変わるね。これね、思い出してきた、横の神攻撃もきついけど、あっ、あっ、2ヶ月で盗まれたという Z50 モンキーかな。ケンボーさん、おはようございます。2ヶ月で盗まれたという Z50 モンキーかな。モンキー盗まれたよ。そう、俺のコントローラー 0.3 秒くらい遅延があるんだよ。見てから動いてちゃ遅え。これで多い暇安心。ウィスパーガードのこと言ってる。ムーンシャトルうちで避けましょう。モンキーはマジ盗まれてしまうんだな。盗まれるよ。白ってなんだっけ。あ、メガホン、クソ。そりゃ処理落ちするよな。これこんな実況も入って、こんなグラ敵も出てきて、モンキーはマッハで盗まれるよ。朝から元気だな。仕事区切りがついたんで。区切りついたのかな。これね、割った風船も女子高生が落ちてきてあれに当たるはず、当たったと思う。落ちる時のアニメーションがとっても素晴らしいね、女の子。パルデューサー見てても楽しいよね。まずこう集中しておけるわ。ラグ、うわ、タイムラグもあるから、くる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 、ちょっと下で避けないと。あー、取れなくなる。待て待て待て、神に誘われる。くそ、なんて戦術的なんだ、敵なんだあれ。待て待て、上から来るぞ、気をつけろ。ぶね、こいつ強いんですよ。待て待て待て、ツーウェイボムが効かねえ。上から来るんだろ。ああ来る来る、避けるぞ、避ける。敵のあの打ち回しがすごい、これバランスいいね。これ下で受けよ、これ。待って、上来るよ。よっしゃ、勝った。大人が本気出したら意外となんとなる。上から来るぞ、気をつけろ。せっかくだから俺はこの赤い扉へうるせえ。せっかくだからこの赤い扉へ。コンバットエッジで思い出すじゃねえか、やめろ。
さすがにサターン持ってねえぞ。こっからね、中道中もきつくなったはず。そうそう、宇宙空間に注射器が飛ぶっていうのも結構定番になっちゃってますよね。そうですね。ああ、こっからきつい。よしよしよし、おらおらおら、緑は巨大か、覚えておくといいぞ。こつこつ、ああ、緑おかわり。ああくそ、ここはあれだ、猫の海賊ステージだっけ。あ、じゃあツインビステージか、これやたらベルテルってとこだ。くそくそくそ、ベル地獄、逆に勝利が、やべやべ、ゲームスーファミの勝利がやばい。やべやべやべ、処理落ち処理落ち、敵ですぎ、やべやべやべ、よっしゃ、当たりすぎると割れる、軽く当てるくらいで、ほらほら、あー、ベルいっちゃった、 OK、よっしゃー、ウェーヘイ、ファンタジーゾーンとかもやりたいですね。このくらいの内容の携帯ゲーム出たらやるんだけどな。よっしゃ、タコツボシールド来た、完璧で、上手な人はタコツボシールドまで止めておく、予備のシールドを用意、どっかに妖精さんがいる、了解、ああ、妖精さんいる、妖精さん、オプションがいっぱいだ、あ、緑取るとシールドなくなっちゃうんで要注意だ、あー、このシールドもダメだったんかい、ファミコン版の3はマジおすすめ。3？ 何の3ですか？ナイスですね、全滅です。あ、ここで聞く、これも、これ持ってるとダメなのか、敵弾に当たることつらい、酸素負荷の神すぎる音、ね、猫海賊だ、いい、あ、下骨ボシールドが出せねえ、まね、くそ、メローラ命って書いてある、目指す 400m 鳥人間コンテストや、あ、で、なんだっけこれ、ウィンビーだっけ、なんだこいつ、待て待て、ちょっとどうなってんの、敵のボスの動き、これ体当たりしてくんだろ、あ、なるほど、待て待て、待て待て、だって人力なのかよ、だって砲台ついてたぜ、あいつボスじゃないの、音楽もいっぱいっていうか、音楽もすごいよな、うわ、やめろ、ブラジャーしてる、あ、口紅飛ばしてくる、なんだから神戸、そして琵琶湖へ、攻撃力があるんだけど一発もらったら終わる、なんかさ、シューティングって結構90年代でもガチ臭が漂ってて遊びづらかったんだけど、パラデュースは遊びやすいですよね、なんか入りやすいですよね、
とどめだ。いや、スーファミでここまでできてんだから、何が嫌んだ、ほか。乙女ディス買ってこようかな。やばい、止まらないんですけど、面白くて。まだまだ。気持ちいい。ナイスですね。全滅です。いいよ、後ろから来てます。素晴らしい。後ろから来たね。いいよ、来てるわよ。まだタコツボ陣形変わる。ほりほり。あー、タヌキ、これどこだ。そうだ、いいよ。バッタじゃないの。あら、入っちゃったよ。よし、待って待って。ちょっと、大江戸ステージだ、やったか。ゴエモンステージだ、ゴエモンステージ。大江戸ステージ、ゴエモンステージ。かっこいい。そして、これはまさかの三味線で、あれだ、なんだっけこれ、ダイモンドヘッドだ。すげえ。音楽もすごいぞ、このゲーム。ゴエモンだ。オトメディウスのウィンディは全く好きではないですね。全く好きじゃないです。来たね。やめえや、桜が動くとか。てか、スーパーファミコンでこんなに長い横スクロールの絵どんどん回してるってすごいね、今考えると。ナイスですね。すげえ。あー、またルーレットやっちゃったよ。いつもより余計に回っております。オッケーオッケーオッケー。スリーウェイガン、これでいこう。いらねえルーレット。むずいぞ。アレンジがかっこいい。テケテケだけちゃんと美味しくやって、ゴエモンに戻るっていう、すげえなこれ。ゴエモンに戻った。よし、戻そう。なんだよ、あいつ寝てんのか攻撃してくんのか。てかさ、敵グラもさ、ほら、全然使い回しが少なくてすごいよね。あんな寝っ転がってるペンギンなんか、今まで出てこなかったぜ。ああ、ここ、獅子落とした。ああ、これやっぱりか。ここで抜けないと危ない。これ二人でできるんだぜ。スチーム来ないのかな。これマルチになってほしいな。あ、でもタコちゃんってこれ阪神出身なんだ。秋田せんべい破壊してステージ。帽子後ろかぶりしてるのかわいいな。あ、ペンギンが食ってる。あ、危ない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 。これルートがひどい。いや、これ妖精どっかにいるな。いたいたいた。あ、右京だ。うわ、すげえ。抜けろ。うまい。なんだよこいつ。待て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 。あ、後ろからこれ飛び出してくんだ。うわ、すげえ。待て。
やべえよ。あ、効かないんだこれ。いいじゃん。ふう、ボスか。もうやろ。何ここ、え、どういうことこれ、揃えんのか、ハンカチョーカ、いざ勝負か、硬い硬い、オッケー、ダメだ、止まんねえ、このボス倒してやめるか、本当にやめるかな、あ、ゴエモンインパクトの音だ、ゴエモンインパクトの音がするんだけど、ゴエモンインパクトだ。エビスマルだ、何これ、爆弾だ、え、倒せねえ、いかんいかんいかん、そういうことか、ヤマさんおはようございます、倒せない、近づいたら爆発するのか、これタッチ悪いな、アマギさん、嫌な予感がするぜ、逃げろって、100倍、出たぞ、5メガだこれ、あ、俺やべえ、死んだかも、すー、かなりうまいな、すー、いや、パラディウスは簡単ですよ、グラディウスやってる人たちに比べたら、グラディウス2なんかあれどうやったらクリアできるんだよっていう難易度じゃなかったでしたっけ、え、こ、敵弾こんなもんですからね、こんなもんでヒーヒーいってるから、あ、まあ、くっそ、エビスマルや、エビスマルや、つえんだよ、うわー無理でしょこれ、積んだ積んだ積んだ、え、これどうやって通んのこれ、よっしゃ、もう絶対無理だよこれ、怖いもん倒せねえよ、終わったな、ポニー、さすがさすがコルトセンや、無理だよ、なんか手に当たるんだよな、あ、俺の攻撃って広がる攻撃だから、あ、なんか思い出してきたぞ、ここら辺から当てないとダメなんだ、そっかそっか、タコゆえの弱点、おはよう、当たってねえ、てか、あ、当たらねえ、そこだ、逃げろ、うっ、エビスマルの位置を誘って一直線にして避けて、あ、やべ、そこだ、当てると止まるのか、ギリギリまで耐え、やめろ、自分から当たりに来い、イガイさんおはようございます、あ、やべえ、この避け方まずい、この避け方まずい、てめえで当たりに来い、逃げろ、
これ戻る時の方が怖いんだよ。うわぁ、早く死んで死んで。死んで死んで死んで。ああとね、俺難易度ね最低にしてる、これレベルね最低にしてる、これある意味やっぱ難しいのかもね、レベルこれ、これ最低だからな。来るなってば。え？き、キメ？キメ？何？アズミ？意味がわからんね。なんで女になって死ぬんだよ。ボスが女か？面白い。セーブできんじゃなかったっけ？そう。実況パラディスセーブできるんだ。セーブ。イエス。コンプリート。なぜかセーブできるシューティングなのであった。やった。次行くぞ。次行くぞ。BP は寝たか。しょうがねえな。ゲームを探している間、やらないけれど。ファミコン探偵クラブやってください。コンプリート矢印。ファミコン探偵クラブ。